こんにちは、ナミさん、えー。今回も大事件がございました。あそれはですね、えー、例のアラフォー女性が恋愛に対してね、いろいろとお悩みだということだったんですけども、ナミさんの方からね、また返信をいただきまして、いただいた動画、まあそのまんまその女性にお送りしてみようかなと思いますけども、まあその前にね、私があ考えてることも、まあここでね、一般公開動画でお話しようかと思います。えー、確かに年齢が いくつになっても恋愛することは自由なんですよねでまあ恋愛をしたところで、うん、相手がいることですからね向こうが自分をどう思ってくれるかってことに関しましてはこれはなかなかね責任の持てないところになりますんで出会いの数を増やしていくってことはまあその中でも選択肢を広げていく必須条件になると思うんですよやっぱり自分があ恋焦がれる人がねもしいたとして何人と出会って何分の一の確率でそういう人に出会ったのかなと思ったら まあ身近にいる人がね、異性がね、10人ぐらいで、その中の1人となると、100人に出会うと、10人の似たような魅力的な人に出会えるってことになると思うんですよ。そうやって確率を増やしていくことによって、逆に、今度お相手がね、自分を選んでくれる確率を、こう、導き出していくっていうのが基本姿勢になると思うんですね。で、私は、あ今、まあ、当然結婚してますしね、子供も生まれたわけですけども、まあ、年齢差があるわけなんですよ。 で年齢差がある、まあ、40になってね、あのーまあ、結婚をしてくださるような、まあ、ちょっとね心の広い女性はあんまりたくさんいないと思いますけどもでもやっぱり出会いを広げていくことによってそういう女性もたまに現れてくるてところがあって、まあ、私はこうやって動画でも放送してますしねで会社や店舗もあかなりたくさんやってきたところもあって、まあ、実は今の奥さんっていうのは、まあ、大阪の方なんですよね。まあ、こういういうに 自分の近所の方からではなくって、日本全国みたいにエリアを広げることによって、恋愛が成就する可能性っていうのは広がっていくと思うんですよ。で、現在のね、アロフォー女性の結婚率っていうのは1%以下らしいんですよね。で、これは実際の蓄積調査で、30代の方、40代の方、50代の方の女性、独身女性に、えー、ポイントを立ててですね、10年後と20年後のリサーチをしたところによると、やっぱり、 結婚率ってのは出てくるらしいんですけどもアルフォー女性は1%以下ということでございましたでもこの1%以下っていうのはどんな範囲の行動半径とかそれから出会いを作ってきたのかってことが入ってないんですよですのでみんながみんなね YouTube をやってチャンネル登録が1万人10万人とかそれから日本全国各地に自分の顔が知れ渡ってるよっていうことでしたら多分確率は急速に上がると思うんですよということでね 恋愛に悩む人のの多くの解決策は出会いいいを増やしていないってななっことかなとか思うんですよね。まあそれこそね YouTube っていうのは毎日誰か知らない人に見られてるわけですからその中でねこの人いいなーって思ってくれる人に出会える可能性も高くなると思うんですよ。あちょっとバッテリー切れちゃいましたんで一旦閉じますね。